オッケー。俺に勝てると思うなよ。俺のこの、俺この打ち合い強いから。オッケー。おらら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 。おらら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 。オッケーオッケー。で、おらら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 。はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。Apex Legends やっていきたいと思います。最近はね、なんか、このゲームのことも少しは分かってきて、なんか、立ち回りが分かってきた。なんかこう、最初は敵を見つけた、うお、撃つぞ、ドドドドドーン、うわー、みたいな。勝った、負けた、みたいな感じだったんだけど、なんか最近はね、ちょっとそういうゲームじゃないんだなって、そういうゲームじゃねえんだな、これ、みたいなのがちょっと分かってきたんで、はい、まあ、今回の動画ではそちらの方をお見せできればなというふうに思います。まあこういう初期のね、砲台に行く乱戦はあんまり好きじゃないんだけど、どうにかなりますかね、これ。俺こっち行く。奥の方はなんか空いているから嫌だね。まあいいや。とりあえず武器集めかな。OK、OK。行きたがってる。行きたがってんね。俺もいいよ。行こう行こう行こう。行こうじゃないの。こっち行こうぜ。殺し合いに行こう。いいよいいよ。撃ち合ってる撃ち合ってる。じゃあ俺はここを一度らせてもらおうかな。ここに一度らせていただいて、撃ちます。ん？どこだ？よし。一人ノックダウン。ここから一人ノックダウンして、相手がこっち側来るんだよね。さあ、しっかりと狙って。よし。これはグレネード。ここは今グレネード投げて、こうやって撃って当てていく。よし。こうやってしっかりとね、いい位置取りをするっていうの結構大事だと思ってて。うん。だこうやって、おらららら、よし、オッケー。ちょっとアーマーくれ。ここでアーマーを奪って、アーマーを奪って、で、右だな、右だな。よし。ここ、ここ。はいー、はいー、オッケー。それでは、一人倒していく。オッケー。倒していく。どう？上手くなった？ちょっと？あー、まずい。勝てないよ。ダメだ、これ。あ、こうやってね、フォローに行くとダメなんだよ。そう、こうやってね、フォローに行くとダメなんだよね。なんかこう、確固たる自分を持たなきゃいけない。なんか、そういうところで、俺の今、反省点を思ってる。でもなんか悪くなかったでしょ、今の動き。なんか、ちょっとこう、味方に左右されない。もう、こういうレイスみたいな動きをしなきゃいけないということは分かったわ。あー。じゃあ次行ってみたいと思います。行きまっか。あー、まとって。結構なんか今回は人いないから、アイテム集め楽そうやね。紫アーマー、これは熱いぞ。いいね、いいね。紫アーマー初手は熱い。これは負ける気がしねえ。なんか音き。これで R99。俺結構ね、R99。俺 R301 が好きかなって思ったんだけど、うん、どうだろう。俺行くか。R400。はい。R400 行きます。これで、スピットファイアの方が好きかな。スピットファイアにします。スピファーヘビーマガー、これは熱いね。これは武器超強いよ。俺遠距離と中距離はスピファー、それ以外は、あれですね、それ以外は R99 という、近距離は R99。 これは激アツムーブにちげえねえ。なんか負ける気しねえな。争いに来てえな。よいしょ。
そう。もうこれで 2-2 だから、あとはもう他のグレネードとか。やっぱグレネード強い。お、で、ちょっと、これは熱い。ん？なんか変な音聞こえてる。あー、ベイビーの音か。オッケーオッケー。これも叩いて壊して、オッケーオッケーオッケー。これはもう完全準備完了っしょ。うん。なんかね、弾が、今まで多すぎた気がする。こんぐらいが、こんぐらいでいい。この 2-2 コンビで。これでいい気がするわ。ちょっとなんか足並み合わせるためにここ掘りつつ、よいしょ。おほほ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 ほ、熱すぎるよこれ。熱すぎるね。よし、でこれも取って、オッケーオッケーオッケー。よし、これはもう負ける気しなくないですか。スピファに行けれない。ちょっとスピファの反動軽減の方が好きかな俺は。あ、これだったらもう、あとちょっと、いいスコアあれば、なんとかなる感じじゃない？よいしょ。戦闘したい。おおおお、ん？おいおいおい、待て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 。あー、こっちか。ちょっと逃げてこい逃げてこい。こっち逃げてこい。逃げてこい。間に合わんぞこれ。いや、ワンチャン、ここからにいる可能性あるのか。どこにいる？これは陽キャか？なんとかなりそうだな。ん？ん？ん？ わからん。はい、ここなんだよね。ここなんだよね。よし。で、ここで、アーマーを稼いで、オッケー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 。で、スピファのチャージもして、もういきますよ。いけー、とどめだ。よし、あれだだ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 だ、オッケー。今のはちょっと良かったんじゃないの。ちょっと上手くなってるっしょ。うん、ちょっと上手くなってる気がしてる俺は、自分の中で。よし、シールドバッテリー取って、ちょっとこれはドンカツ取りたいね。で、ライトアーム取って、ストックライマが、よし。いいよ。ちょっといいバックパックとか欲しいけどね。真ん中、あ、いたいたいた。ちょっと逃げるわ。こっち行く、こっち行く、こっち行く。ああ、回られるのは怖いんで、早めにちょっと前行きたいね。どこいる？オッケーオッケー、白甘白甘。嫌な嫌な囲まれ方だな。ちょっと待って、待って、これはうまいね。オッケー、俺に勝てると思うなよ。俺のこの、俺この打ち合い強いから。オッケー。おらら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 。おらら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 。オッケーオッケー。で、おらら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 らふうふう。これよ。来た？俺の見えてる強みが、スピファの強み。よし、ちょっと弾、オッケーオッケー、いくか、そっち。ん？なんか味方のこのバンガの煙、味方の煙か。とりあえずちょっとそっち行くか。じゃあよいしょ、行くしかないな。この陽キャムーブ、相手はおののくよ。ここら辺いるね。ん？死んでる？死んでる？ここら辺から、今ちょっと左側に音聞こえたから、さ、復活戦があったから、ここら辺に多分人がいる。
プラインで。こっちはいない。いる、いるいるいる。オッケー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 。頑張れ頑張れ、いいよ、頑張れ頑張れ、お前ならいけるよ、大丈夫だ、俺たちは息を合わせてきた、よーし、ナイスジョブ、これ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 、ナイスジョブ。味方を合わせるようにジップライン張っといてよかったね。あそこで急に降りなきゃ、急に降りない方がいいんだよな。あそこで急に降りてしまうとあんまりいいことないかも。ちょっとシールド使おう。だからあそこでこう高所に陣取って様子を見てっていうのが一番良かったかもしんないけど、まあ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 、息あったね、息あった。ちょっと待ってくれ、バックパック取って、バッテリー、バッテリーうめえ、ありがてえ、アークスター取って、オッケー、あと残り3部隊。最後は魚振りたいけどね、最後は魚振りたいね、ぜひとも。さてサプライシップ、あそこ行くの危険でしょ、シップ行くのは危険ちゃいます。ということは俺のこれジップラインさばきが肝になる気がするわ。いや無理だよ、危険だよ、うん、本当だ。うわ索敵うまっ、今の索敵うまいね。だこうやって端っこから打ち合ってって、端っこから打ち合ってて、別の部分を見よう、うん、見えてる？いる？こっちからは見えないね、打ち返してんね。さて相手が、他のやつがもう一部隊がどう動くかだよな、もう一部隊がどう動くかで結構変わるけど、できれば端っこから、端っこから回りたい所存ではあるけどね。そうこことかいいとこっしょ、ここいいんじゃない、ここ超強くない、人いないね、降りたか、降りたっぺえな、ここ行こう、結構いい位置でしょここは。なんか今ここから物音聞こえなかった、右側から、うん、まあ、とりあえず奥タン、よし位置あったね、これ俺らの位置が合ってる。おっと打ち返す、打ち返して逃げる、これ大事、打ち返して逃げる、ここここで打ち返して、おオッケーオッケー、ちょっと待って奥タンがまずい、オッケーオッケー、いいとこいいとこ、さあオッケー、アーマー剥がして、アーマー剥がして、生身生身、いやだからここで前に詰めてしまうとちょっと俺危険だと思ってる、うん、逃げよ逃げよ、怖い怖い、ここで落ちるのが一番まずいんで、そうだからこうやって流さしてるふりして横からの奇襲にも警戒しつつ、ジブのウルトが消えたら、よし、行きましょう。ジブのウルト、ちょっと前出てんね。そうだね。まあまあまあ、いいとこ、いいとこじゃない？だこうやってここら辺の左側の警戒もしつつ、いざとなったらこのジップラインで行けばいいから。OK、ジップラインで行こう。よいしょ、こうやって投げといて、ちょっと相手も結構えぐいところ、えぐいところの漁夫始まってんな。さてさて、この漁夫がどうなるか、ん、ちょっと待って、あこれいいとこだね、残り2部隊、相手奥だね、これ味方うまいな、落としてくれてるね。
相手奥っていうのは分かってるから、まあじゃああとはゆっくり、ここはしっかりと OK 負けない。左側じゃない？うん、どこだ？ここだ。オッケー、ワンノックダウン。これはうまい、これはかなりうまいよ。オッケーオッケー、ナイスジョブナイスジョブナイスジョブ。1人落ちたよ、もう1人は。オッケーオッケー、合わせる合わせる。ここだ、いけー。オッケーオッケー、1人ここで隠れよう、ここで潜んで、よしよし、裏回りする裏回りする、今のうちにちょっとリペアしながらゆっくり、あーし、おしおしよしよし、これどう、今の結構上手くなったんじゃない、今の。まあ味方が上手かった、もちろん味方の今の味方策的すごい上手くなかった、あの高台見つけたとことかすげえ上手かったけど、でも俺も意外といけてた、俺も意外といけてたしょ。うわ味方強、あでも俺も、あ千玉いってるわ、意外といってんね。まあこのこいつの策的は上手かったし、俺もまあまあやれた、うん、邪魔にはなってなかったなっていうのが今回でしたね。ということで、Apex Legends 楽しんでやってるよっていう話でした。バトルパスも購入したんでね、うん、まあ、最近チーターもちょっと減り気味ではあるんで、あの前世紀より減ってるチーターは。だから、うん、まあ皆さんももしよければ Apex Legends やってみてくださいっつう話でございました。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。